ちょっさあということで速報ということでねまたまた開幕前に急ピッチでトレードが行われましたね、えー、先ほど発表されましたけども、えー、巨人の若林選手と日本アームのコ選手の1対1のトレードが11日両球団で合意されたっていうね、まあ、若林選手は内外野どこでも守れる、えー、スイッチイッターねでまあコ選手もね本職星だけどもね内野、えー、結構複数守れて UTT プレイヤーというところで、まあ、両選手のね、えー、UTT プレイヤーっていうところでね、ね、えー、トレード5位っていうところね、なりましたけども、いや、これはめちゃくちゃいいトレードだね。スーパーポジティブなトレードだと思うね。まあ、あの、若林選手がね、えー、7年目、えー、そして、郡選手が8年目っていうところで、まあ、両選手ともにね、まあ、正直なね、感想を言えば、もう両選手ともに、 チームで居場所がないっていうね、えー、ところは大きな要因じゃないのかなと、まあ、若林選手でいうと、えーまあ、昨年はね、21試合、その前43試合、まあ、巨人で一番出たのが2021年の96試合、えー、2割3分クリーンというところで、まあ、全体的には出場試合数も、 えー、年々減ってきてるっていうところもありますし、まあジャイアンツではね、まあショートにね、昨年、まあ角脇がね、えー、まあレギュラーを取って、まあ今年どうなるかっていうところはあるけども、まあセカンドにね、えー、吉川、サード坂本、で、ファースト岡本っていう、えー、ところで、伊豆口選手だったりとかね、増、えー、まあ増田選手だったりとか、ね、中山、ね、で、増田陸。 くたっていうところで、まあ、内野手もね、えー、大きくチームにも入ってきたっていうところもあるし、若い選手もいるし、ね、で外野で言ってもね、えー、浅野選手が。 えー、ドラフトでね、えー、今年2年目っていうところもあればね、ね今、佐々木ね選手、非常に頑張ってる姿もあるし、重、えー、もね、秋尾、えー、おこえ、ね、松原はね、このオープン戦ね、かなりめちゃくちゃちょいいっていうところで考えると、ユーティリティ制としたらね、チームにとってもかなり便利性もあって、使い勝手はいいけどもね、ね今の現状ジャイアンツでいうと、ちょっとね、こうまあ若林の年齢もそうだけども、もう使うとこがなかなかないっていうところではね、ね なく厳しいかなと。今年31歳っていうね、えー。中で、まあ日本ハムに行けばね、まあ日本ハムどっちかっていうとセンターラインが決まってないっていうね、ところもある中で、まあ今年ね、どういうふうにセンターラインを勝ちって決めなきゃいけないかっていうところを考えると、まあ今現状で言えばね、あの、軍事選手ね、そう、打たなかったら取れたぞ、とかってね。 新庄監督言ってましたけどもね、えー、が、まあ、サード守ったり、まあ、興味がちょっとね、出遅れてるっていうところも、えー、あるけども、あと、加藤浩介、えー、上川畑、ね、で、中島拓也、ね、で、福田、石井和也、ね、で、水野、奈良間っていうところがね、多分、二遊間で争っていくのかなっていうところはあるけども、まだ今、競争のね、真っ只中。で、センターで言うと、まあ、浅間、ね、江越磯畑っていうね、 えー、ところがセンターに来るのかなっていうところでもね、まあ、ここら辺もね、まあ、競争だからねでスティーブンソン外野に行って、まあ、松本万、まあ、波スティーブンソンで外野はね、まあ、ほぼ決まりかなっていう、ね、ところもあるけどもね、まあ、d a 勢をどういう、ね、流動性を持っていくかっていうところでねその起用法はね変わってくると思うけども、まあ、その中でね まこのトレードっていうところは、コーリーにとってもえそうだしね、若林にとってもいいかなと、日本ハムね、日曜日の3月10日の試合でいうと、指名打者にレースが入っていることを考えればね、アリエル・マルティネス、キャッチャーもあるけども、ファーストっていうところもあるしね、まあ若林は、まあでも二遊ねセカンドを守って外野もだから、日本ハムの中ではね、まだポジションが活躍、活躍。 えー、されてない選手たちも多い中で、まあワンチャンチャンスもあるしね、スイッチヒッターっていうところで使い勝手もね、いいかもしれないし、まあここで大きくね、太田大将よりね、まあジャイアンツから日本ハムに行ってね、非常にね、羽ばたいたっていう選手もいるんでね、まあそこは若林にとっては非常にね、えー、チャンスあるんじゃないのかなと。で、続いてね、えー、氷選手、まぁ、あ、日本ハムからジャイアンツにトレードっていうところで、まぁ、あ、日本ハムはね、ここで一番考えなきゃ、えー、いけないのはね、 やっぱね、ドラフトで、新党選手を取ってきてね、そして若い選手もね、えー、タミヤ選手もいる、伏見もいる、清水、アリエル・マンティネスもいる、ね、郡司をね、コンバースするって言っても、ちょっとね、もう、チャンス、ノーチャンスだね、1、2、3、4、8人キャッチャーいる中で、ちょっとノーチャンスだからね、そういったこと考えると、ね、 あのー、この氷ーリを、ね、使っていくっていうよりも、まだ25歳ね、若いけどもね、やっぱこの新党をね、なんとか使ってね、正保守にしたいっていうところもあるし、まあ、若手のね、起用が多くなれば、二軍にいたとしてもね、二軍でも出場機会ない、であとはね、えーのー、内野手を守っていくってなっても、やっぱりそのね、今出てる選手たちよりちょっと、ね、優先順位が低いっていうことを考えたら、まあ、このまま日本ハムに行っても、多分出番ほぼないしね、二軍でも出番が減っていく可能性もあるっていうことを考えるとね、 これジャイアンツ移籍は非常に良かったんじゃないのかなと。で、ジャイアンツで言うとね、今キャッチャーが小林大城、岸田山瀬来たっていうね、これ5人しかいないわけ、試合かね。で、育成枠で考えるとね、坂本大津、亀田前田、えー、萩原、えー、ところで、えー、5人。だからまあ、育成も入れるとね、10人いるけども、支配下で5人ってね、これめちゃくちゃ少ない。正直。2人ぐらい怪我したらね、困るっていうところと、多分ね、この戦略的には、ジャイアンツの戦略的には、キャッチャー怪我して、試合間の制限あるのに、 怪我したから仕方なくキャッチャーを試合会するっていうところは避けたいと思うんだよね。そう考えると、まあ、このね、コーリがキャッチャーに、まあ、6番目のキャッチャーに来るんだけど、まあ、このね、表現が正しいかどうかわかんないけども、1軍で言うと3番って保守だね、正直ね。 でしかも、ね、野手、内野も守れるっていうね、えー、ところも考えると、このね、3番手保守に置いとくにはね、めちゃくちゃいい素材なのよ。ロッテで俺らの時に言うとね、田中雅彦ね、ずっと3番手がキャッチャーしかやらなかったら出番ないけども、内野も守れるってことを考えると、ベンチからすると作戦にめちゃくちゃやりやすい。キャッチャーだけじゃなくてね。で、何かあったらキャッチャーもできるっていうことを考えれば、まあ正直ね、レギュラーとしてっていう見こしはないと思うんだよね。 まあこ,こからめちゃくちゃ伸びていったら話は別だけどもでもね3番手っていうところで考えると特にセ・リーグピッチャーのところ代打もあるっていうことを考えるとめちゃくちゃ使い勝手はねこう表現が正しいかどうか分かんないけども使い勝手はめちゃくちゃいいこの3番目に置くっていう選手でユーティリティを持ったところではねめちゃくちゃいいねそう考えるとね1軍で大城岸田山瀬みたいなねとかコーリーがね3番目に入ってくるっていうところもね 非常に、えー、考えられるんでね、これはね、あのジャイアンツにとってもやっぱキャッチャーがね、少ないっていうところが、数がね、あるから、やっぱ試合下を6人にするっていう名目でも、あと内野を守れるっていうところでもね、えー、使い勝手もいいし、万が一、怪我人も出た、アクシデントが起きたときに、育成を仕方なく試合下にして、試、え、合、ー、下の枠を埋めたくないっていうところもあると思うんだよね。 これはねめちゃくちゃ両チーム、チーム事情にとってもね良かったと思う、この若林を日本ハムっていうところと、氷をジャイアンツっていうところで、チーム事情もめちゃくちゃ良かったし、本人たちももうこのままいてもね、はっきり言ってノーチャンス、今の若林がジャイアンツで,で、氷が日本ハムで、ノーチャンス、でも、これが日本ハムとジャイアンツに移籍して、ジャイアンツの氷、そして日本ハムの若林っていう考えたときには、チャンスある。ね えー、そういった意味ではね、まあ、両チームのね、今のチーム事情っていう思惑としても、めちゃくちゃいいトレードになったし、この両選手の今、個人で行わあの、置かれている立場を考えても、もうこのままいったら、本当にね、もうフェードアウトしていくだけ、申し訳ないけど、でも、チームを変わることによって、こっからで生き残りをかけた勝負ができるっていうところでは、非常にね、これはね、めちゃくちゃポジティブ。いやはね まあ今ね、あのー、佐々木チャンネル崖っぷちシリーズやってますけども、崖っぷちにもいなかった、もう落ちてた二人が崖に戻ってきた。勝負できるところに戻ってきた。これ崖に戻ること大事だからね、勝負になるっていうところではね、あの、非常に頑張ってね、ジャイアンツのために、日本ハムのためにね、そして自分たちのためにね、勝負できるトレードになったんじゃないでしょうか。ファンの皆さん、どうでしたか佐々木の見解的には、両選手にとっても、両チームにとっても、かなりね、超ハイレベルなポジティブなトレードだったと思います。